どっか行ったな。調べてみよう。タオの石板をゲット。他にもなんかあるぞ。白羽の矢をゲット。アイテムいっぱいか。手作りクッキー捨てちゃいますか。他にもなんかあんのか。空き缶をゲット。空き缶。タオの好物もういいですかね。まだあんぞ。何も見つからなかった。また新しく石板をゲットしましたね。石板何に使うんだろうな。ヘイガー博士のところとか持ってったらなんかできんのかね、これ。とりあえず昼間まで待って、こいつゲットできないか、キャッチできないか見てみましょう。来た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 。キャッチ。ナスに割り箸突き刺したやつじゃないのか。コボン救出。ラブゲットですね。なんだこいつ、でっかいの来た。でかっ。あそこにもう一人倒れてたのか。足だけ見えてたって感じなんですね。こいつの名前はお盆。お盆救出。お盆、そうか、そういうことか。お盆ってことね。お盆と子供の子盆ね。オッケー、ネカゲット。いいもの拾いましたね。出られるか。出られますね。さあ、じゃあ一回ヘイガー博士のところに、研究所に石板なんとかできないか持っていきましょうか。はい、ってことで研究所やってきました。一回ヘイガー博士に石板見せてみよう。ほほーん、ほほほほーん。タオの石板。鼻クソタレ、すっとこどっこいパープリン。もっとマシなもの持ってこい。あ、ダメか。本棚に本がありましたね。空間ゼロ理論。パメル空間における存在値ゼロとは、虚数空間においても同じ理論が適用されると考えられている。ゼロとは無であると同時に無限の可能性を指す値でもある。なんのこっちゃ。ムーンワールドの地質学。ムーンワールドの地質学。この世界を断面にしてみると、全体が2つの地層でできていることがわかる。上岸部は柔らかい地層で形成され、器型の岩腕層が上岸部を支えているのである。もう一個ありましたね。実験プランと観察日誌。治水の年7月山彦の日、実験プラント完成。 TR0 型をプラントに投入。大河の年10月三日月の日、 TRG0 から15を投入。プラント内の周期行動を観測開始。滝壺の年4月ネカの日、 L1 を投入。プラント内に変化をもたらす実験を試みるが失敗。何のプラントなんでしょうね。そのプラント実験の日記がこれか。何なんだろうな。よくわからんのだよな。解読機。制作年月日雨雲の年13月太陽の日。解読機ってのはもしかして石板なのか。タオの石板使ってみよう。解読してるっぽい。解読成功。これはムーンワールドで基板と呼ばれている古代の石板です。何かを生み出すための魔法陣のようです。しかしそれ以上は解読できません。あ、なんだろう、今のあの絵がそうなのか。ちょっと写真撮っとこう。
ちょっと待てよ、じゃあ他の石板も解読できるんじゃないか。研究室の石板、こいつはどうでしょう。こいつの解読結果はまた違う絵が描いてありますね。何かの隠し場所ってことしかわからないんですね。とはいえ模様が違うからとりあえず全部見てみようか。タコの石は、また違う絵ですね。これなんだろう、玉屋っぽいけどな。次はカクンテストーン、これ全く謎ですね。文字っぽいけど、ここにはカクンテ人の慣習言語について記されているようです。褒め、儀式、ゴマーナ、朝、ドマンサ、夜、テロ、クー、バーマ、キノコ。あ、なるほど、辞典か。カクンテは何だったんだろうねラスト一つかな、石板。ハテナハテナっていうやつがあるんで、こいつも見てみよう。解読不能。なんだろうこれ、どう見たってこれは風車小屋だよな。風車小屋の中に3人人がいたぞ。やっぱりあの風車小屋の横で聞こえるレイタンレイタンってやつ、あれ何か意味ありそうですよね。あ、玉屋の花火飛んできました中入っちゃおう。あら坊や、また来やがったな坊主、チキ証明。ここは遊び場じゃねえんだ、早く帰んな。いやちょっと待って、花火配合させてくれ。またダタこねんのか、これだからガキは綺麗だ。仕方ねえ、花火いじらせてやるから終わったら帰んな。はい、ってことでこれなんですけど、さっき見たタオの石板、あそこにこれと同じような図があったんですよね。真ん中にはプラスマイナス割るかけるイコール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 みたいな、真ん中に4って数字があってドラゴンボールみたいになってんな。上が5、左下ここに1って書いてあるんだよな。外周の写真通りに埋めていくとしたら、左下が1でしょ、真ん中が4、上が5ってのは確定してんだよな。だからここはまず5で確定だろ。で、右側が2、右下が3ってのも確定してるんだよな。この欠けてるところがよくわからんが、プラスとかマイナスとかっていうのは普通に計算しろってことか。要は左上引く真ん中の4は右下の3になるように作れってことなのかな。だったら左上は7。で、左側は、わからないけど、わからない数字割る4、真ん中の4は右側の2ってことだから、左に入るのは8か。あ、違った。ここじゃないんです。ないんです。そこじゃない。戻りたい。戻りたい。戻りたいけど、戻らせてくれないのか。あー、戻らせてくれない。ちょっと待ってよ。せっかく写真見ながら計算してたのに失敗じゃねえか。これじゃない。違うんです。やばい、これ帰らされんのか、強制で帰らされんのか一発で正解しなきゃいけないのか、くそー。でも答えの作り方は多分分かったと思うんだよな。今の感じで作りゃいいんじゃないのか。クズ花火いらない、捨てよう。じゃあ次の日の5時が来るまでちょっと暇なんで、
夜の風車のところ先におじいさんの家の中クリアしましょうか。これクリアとかあんのかわかんないけど、もう一回あの謎の暗号を聞かせてもらおう。レイタンレイレイタンね。OK。これ多分何かのパスワードなんだよな。よし入るぞ。風車が回ってる間だけ動く。危な。なかなか風車が回ってくれない。ランダムなのか。趣味の三味線。なんもないんだよな。ここもなんかあるね。ああバレた。アイテムとかないから、レイタンレイレイタンって冷蔵庫タンス冷蔵庫タンスってことか。じゃあ冷蔵庫タンス冷蔵庫冷蔵庫タンスの順番で調べろってこと。制限時間あるから怖えな。冷蔵庫タンス冷蔵庫冷蔵庫もう一回タンス。何もない。もう一回聞きに行こう。レイタンレイレイタンじゃなかったか。あ、なんか変な音鳴ったぞ。あ、風呂の水がなくなった。中入った。あ、いたわ、風車の中。さて諸君、我々エコロジー3兄弟は今まで3人で活動してきたが、この度戦力増強のために新会員を募集した。そろそろ入部希望者が来てもいいはずだわね。そうだ、俺たちだけでは世の中変えるの難しい。大臣の宝物を盗んだ時も苦労した。こいつらか。正しいことをするのに大変な苦労がいる。世の中が間違っているのよ。早速来たじゃないの。新しい仲間だ。エコクラブにようこそ。輝かしい同士を遠慮せずに入っちゃいたまえ。エコクラブ、なんだここ。細かい説明は省こう。何はともあれ君は今日からエコクラブのメンバーだ。細かい説明が欲しいです。僕は海。水資源を汚しちゃうやつは絶対に許さない。私はフェミ。色気があるからといって口説いたりしたら痛い目見るわよ。私は女性蔑視と戦っているの。ちょっとしたことをセクハラにこじつけるのが大得意よ。迷惑なやつだな。俺はモミ。森を木を大切にしろ。我々は強い思想と信念を持って活動しちゃっている。綺麗な自然を維持できるなら他人が不愉快になってもそれは仕方のないことだ。だいぶ偏ってんね。あなたも問題意識を持つべきなのよ。オゾン層破壊、動物愛護、資源エネルギーの枯渇、加速する大気汚染、ゴミ処理問題。ネタはまだまだたくさんあるわ。かっこいいのを選びなさい。これは大義名分というものだ。これがあるとみんなに偉いと言ってもらえるぞ。ダメな人たちですね、この人たちは。何をテーマにしちゃうかは後で勝手に決めておけ。我々には興味ない。すごい団体だな。それでは晴れてメンバーとなった君にエレベーターの起動方法を。暗号だぞ、スパイみたいだぞ。レイ・タン。レイ・レイ・タンでしょ、知ってますよ。し。彼はまだペーペーの平部員よ。あの暗号を教えるにはまだ早すぎるわ。教えたらきっとこのガキはつけ上がるんだわ。自分が一人前だと勘違いするのよ。ああ、俺は新参者なんだという劣等感を植え付けるべきだわ。アメとムチよ。それもそうだな。何言ってんだろこいつら。ではエレベーターはしばらくの間起動させておく。勝手に使っちゃいたまえ。
以上解散。何なんだろうね。とりあえず石板拾おうか。それはお城の大臣から我々が押収しちゃったものだ。大臣は偉そうだからムカつくのだ。彼を見ていると不愉快になるの。私たちが不愉快だということは人々も不愉快に違いないわ。だから大事なものを取り上げてやったの。これは制裁なのよ。こいつもちょっと写真撮っときましょうかね。新しい石板ですね。なんでしょうね。勇者と矢印とあとは矢かな。矢はあれかな、さっきタオの穴から掘り出した白羽の矢かな。ちょうど処理に困っていたのだ。ここに置いておくと足がついちゃう危険性がある。そうだ、それでは若手ホープの君に初仕事を与えちゃおう。これをしばらく預かってくれ。初仕事だ、頑張れよ。人に聞かれたら、はい、これは私が取りましたと答えるのよ。身代わりじゃねえか、それは。とても大事な任務だわ。ああ、なんて名誉なこと。あなたが羨ましいわよ。はい、ゲット。大臣の宝物をゲット。ここはなんかあんのかね。こたつに何かありますね。メモ。B ハブのメモか。バツ10。B ハブカリブ育ち。なんだ、バツ10。これは次の場所のヒントなんでしょうね。バツ10。なんだろうな。さあ、ここは多分これだけかな。我々は寝る暇を惜しんで毎日活動している。どんな時にでもすぐに出動できちゃうように警戒態勢を怠っていないのだ。何に出動するんでしょうかね。男の方が偉いなんて私は絶対に認めないわ。なぜなら私は女だもの。だから女の方が偉いのよ。これがフェミニズム。よく覚えておきなさい。だいぶ偏ってますね。俺は何をやってもダメだったが、兄ちゃんと姉ちゃんとエコクラブを始めたら、ご飯が美味しくなったんだ。生きているんだ。だいぶやばい人たちだな。とりあえずここに用はないのかな。石板取るだけってことかね。さあ、せっかくなんでさっきの石板も解析に来ましたよ。大臣の宝物。ここには絵は見れましたけどね。内容がわかるのかな。解読不能。結局何かわからんままってことか。じゃあ、あとは玉屋のところで花火の謎を解きに行きましょうかね。来たか来たか。よし、行け。オッケー。今度こそ順番失敗せずに花火作りたいですね。完成させよう。変えんのは嫌だ。よし、花火作らせてもらいましょう。じゃあまた写真見ながら確認しながら行こうかな。まず上は5でしょ。これはまず間違いなくって、で、その左側が、左上の数字引く4が3だから、ここは7。次は右上なんですよね。右上は1たす4かな。違う。1かける4だから、この右上は4ですね。ここは4。それから次が左。左は、左側の数字割る4は2になってるから、ここは8。次は右側。ここはもう見えてるんですよね。これは2。で、左下も見えてんのかな。ここは1ですよね。で、右下。ここも見えてますね。ここは3。で、それから次は真下。下は、5たす4は、になってるから、下が9ですね。ここは9を入れて、で、ど真ん中が4。これで完成でしょう。どうよ。随分変わった配合だな。ちょっと見せてみろ。
硝石が4で硫黄が5。ああ、炭酸ストロンチウムが8と来やがったが。むむむ、塩基性炭酸銅7、見事、三硫化アンチモン抑えつつ、軽間石は9か、すげえ。言ってることわけわかんねえな。坊主、この花火はすげえ。この配合を応用すりゃ、闇を照らす花火もできそうだ、地球照明。よし、一気に仕上げるぞ。石板からすごいもんできちゃいましたね。おっと、これは坊主の作品だ。きっと何かに使えるぞ。大事に持って帰んな。平吉の百尺玉をゲット。坊やありがとうね。この人は必ずやり遂げるよ。歌子あんた早く返してくれ。自分で帰る。オッケー、これで一つイベントクリアですね。よっしゃ、花火ゲットしましたよ。どこ行ったかな、花火は。あれ、アイテムとして持ってないな。あれ、どこ行ったんだ。アイテムいっぱいで持てなかったとか、そういうことかな。さあ、ということで、いくつかイベントもクリアしてきましたからね、一回寝ときましょう。玉屋平八の平吉かな。ハートに火がつきましたよ。風車庵のおじいちゃんは三味線が大好きだったのですね。ロボ町長のラブですね。それもラブ、これもラブ。そして動物たちの魂からのラブ、お盆と小盆ですね。結構ラブゲットしたけど、またまだあと10ラブ必要。まだまだレベル上がらないですね。さあ、てことで、平吉の百尺玉が手に入ってないのがすごく気がかりなんですが、次回は他のところまた探索に行きたいと思います。寝たらアイテム復活してるとか、そんなこともないですよね。もう一回トンに行かないといけないのかな。モテてなかったって感じかね。はい、てことで、次回は他のところ探索しに行きたいと思います。じゃあ今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。